皆さん、私ですね、去年おじいちゃんが亡くなってしまったんですけども、枕元に突然おじいちゃんが現れたんですよ。今でもすぐ目の前にいます、死んだはずのおじいちゃんが。ちょっとさ、僕は怖いからそーっとベッドで寝よっかな。そうだよね、ココちゃん、今寝ようとしていたんですけども、死んだはずのおじいちゃんが枕元に現れましたよ。どうも、シュンズ TV です。今現在夜遅くなんですけども、何か人の気配が感じるなと思って目覚めてしまいました。そしたらすぐそこに死んだはずのおじいちゃんがいるんですよ。ちょっとシュンさん、怖いからさ、一旦電気つけない？そうだね、ココちゃん、ちょっととりあえず電気をつけたいと思います。ダークしてね。ココちゃんの言う通り、とりあえず電気をつけましたよ。でも今現在もまだおじいちゃんがいます。私に何か話したいことがあるのかな。こういうのってカメラで映しちゃまずいんですかね。シュン、覚えているか、お前のおじいちゃんだ。去年亡くなってからもずっとお前たち家族のことを見守っているぞ。いろいろなことに挑戦し頑張ってもらいたい、シュンよ。ちょっとさ、おじいちゃんなんか喋ってるよ。マジかよ、間違いない、確実に私のおじいちゃんでございますよ。ちょっと私のことをご先祖様として見守ってくれているんですね。とても嬉しいですけども、ちょっとカメラで映したいと思います。皆さん見えますよね、壁のところにぼやっといますけども、あれ確実に去年亡くなった私のおじいちゃんなんですよ。わざわざ私にメッセージを伝えに来てくれたなんて、本当ですね、ご先祖様を大切にしないとですね。その通りだ、死んでいった人間はみんなを見守る。そしてシュン、お前の部屋に今ムーランという女の子がいるだろう。なんで知ってるんですか？ご先祖様は何でも知っている。そのムーランという女の子がピンチだ。守護竜のこいつを送ろう。バーン！なんでこんなところに俺が来なくちゃいけないんだよ、まったく。ちょっと待ってくださいよ、突然竜が現れましたよ。竜、ちょっと映したいと思います。ココちゃん、ココちゃん、目の前に突然竜が現れましたけども。ちょっとさ、あなた何なの？はい、どうぞ。うわぁ、すごいすごい、本物の竜でございますよ。まったく、ムーランはいつも迷惑ばっかりかけるんだから。あ、はいはい、どうも、私はムーシューって言います。ムーランの守護竜。ムーシューさん。そうか、ムーランのことを守る守護竜なんですね。ちょっとさ、そのドラゴン怖いかな。ココちゃん、ドラゴンじゃなくてこれ守護竜なんだって。大丈夫だよ。そうだよ、俺と仲良くしようよね、ココちゃん。やだよ、やだやだ、布団の中に隠れちゃうんだ。ほら、にっこり笑ってるよ、可愛いでしょ。僕の顔どう？このムーシューという竜をですね、今からムーランのところに連れてってあげたいと思います。過去の動画見てくれた人わかると思うんですけども、ムーランは幸運のコオロギのクリキーが行方不明になっちゃったということで探し回ってるんですよね。ムーシューがいたらきっと喜びますよ。ああ、ムーランに会えるのも楽しみだ。火をふーって吹いて驚かしちゃおうかな。神様。さて、夜遅くでございますけども、トイストーリールームまで来ましたよ。まさかまさかのご先祖様が現れるなんて、よいしょと。おもちゃの皆さん、あれ、ちょっと待ってください。おもちゃがみんな寝ている。ああ、そうか、おもちゃは寝ますもんね。ちょっと待ってください。チャッターボンは寝ないんですか？もう何年も寝てない。サニーサイド保育園の頃から怖くてずっと寝れないんだ。そうなんだ。そうかそうか、寝ないおもちゃとかもいるんですね。うわ、待って、ミスタープリックルパンツはお豆三兄弟を枕みたいにして寝ているじゃないですか。すごいな、なかなかおもちゃが寝ている姿って見れないですからね。ザーグも起きてるんですか？ザーグ、おーい。あ、
そうか、ザーグは立ったまま寝ているんですね。すごい、寝ている姿はみんな可愛いですね。あ、ダッキーとバニー、やめてよ。僕そんなにいっぱい食べられないよ。なんかレックスはダッキーとバニーにやられている夢を見ていますけども、そうかそうか、おもちゃたちみんな寝ている最中にすいません。あれ？待って、ムーランが起きているじゃないですか。それに棒の棒を使って何かやっていますけども。シャンスティビー、シャンスティビー。ポリスステンチも起きていたんですね。はい、私は警察官としてずっと見張りをしていますよ。そしてムーランは今現在筋トレをして体を鍛えています。とてもタフな女性ですね。そうなんだ、みんなが寝ている間に筋トレをするなんて本当に素晴らしい。あ、そうだ、聞いてくださいよムーラン、先ほどですね、守護竜が現れましたよ。じゃじゃーん、ムーシューって言っていました。あ、ムーラン久しぶり。前に名誉を得たことでちょっとだけ大きくなりました。そうなんだ、竜の世界にも名誉とかがあるんですね。うわー、確かにすごく大きい竜でございます。ムーランに会えてとても嬉しそうですね。夜遅いのでおもちゃたちがまさかの寝ていましたね。そしてムーシューの言う通り、ご先祖様を大切にしないとですね。皆さんもおじいちゃんやおばあちゃん、ひいおじいちゃんやひいおばあちゃん、亡くなった人というのはいつも見守っててくれているんですね。ムーシューとムーランが出会えてとても嬉しそうなので、私は隣の部屋の寝室に行ってまた再び寝たいと思います。夜はぐっすり寝ないとですね。それじゃあ皆さん、またお会いしましょう。さようなら。バイバイみんな、またね。あ、そうそう、この俺は火吹けるんだぜ。実際に吹いてやろうか。行くぞ、3、2、1。ママ。やあ、こんにちは。何をしているのかね。私の作戦は完璧だぞ。ムーランがシュンズ TV の部屋に入り、そしてムーシューが再び来ると分かっていた。ロッツにお願いです。サミやドンを仲間にしてください。一日に一度だけ願いを叶えてくれる砂の妖精なので超強いですよ。何を言っているのかね。私はもうすでにシュンズ TV を倒すことが決定しているぞ。なので願いが叶ったも同然だ。ロッツに質問。デビルガンダムを仲間にしたらどうですか。自己再生もしてかなり強いですよ。ああ、そいつが強いのかもしれないが、今回ムーランとムーシューによってシュンズ TV は潰されてしまうのだ。ロッツに質問だよ。今度は誰を洗脳したの。ああ、特別に教えてやろう。今回誰かを洗脳したわけではないぞ。ただ幸運のクリキーを見つけることができなければムーランもムーシューも名誉を失う。そう、名誉のためだったら何だってやるのだ。シュンズ TV のおもちゃを全部壊すこともな。ああ、そうそう、シュンズ TV を応援したいやつはチャンネル登録をした方がいい。ただし私にとっては敵だがな。どちらか選べ。さあ、どうかね。